はい、お疲れちゃんです。昨日のセッションをね、2件させていただいた片方の方のね、復習というかこのメッセージを届けてなかったので届けていきたいと思います。あゆか塾もね、最初の生徒さんが残り少しになりましたので、まあ忘れないようにこうやって取っておきたいなっていう思いから、それをオープンにさせていただいてます。コアトランスフォーメーションのワークショップをしました。ワークをしました。私は、先生術のお勉強とともにですね、NLP はじめ潜在意識のお勉強をかなりしております。ヒプノセラピーとかコアトラも含めて無意識とつながるというワークをしています。それはセルフイメージを上げたいというふうに思って NLP の、門を叩いてからセルフイメージを上げるということは、自分と仲良くするということは自分の潜在意識と仲良くすることだということに行き着きました。そして潜在意識っていうものは目に見えないし、自分の頭では思いつかないものになるので、なかなかね、こう一人でこの潜在意識と向き合ってっていうのは難しくて、やはりこうガイドが必要になってくる、ものになりますので、今でも私は、学んだり、また、トレーナーというかね、ガイドの人をつけたりして、そのワークをできるだけするようにして、できるだけ自分の潜在意識とつながるようにその訓練を日々しております。というのも、自分の中でこの潜在意識ですね、自分の思考では、理想の自分になれないし、自分の幸せをやっぱりつかめないんですね。頭で考えているっていうのは本当に本当に小さなエネルギーなので、大体いいことがないでもそれに対して潜在意識っていうのは、96% から 98% 潜在意識だって言われてますので、全てを知ってるんですね、もう私たちの潜在意識っていうのは。で、その全てを知っているということからスタートした時に、私が一番たどり着いたコアトランスフォーメーションでたどり着いたものっていうのは、ウェルビーイング、幸福感。その幸福感は何なのかというと、使命ですね。やはり自分が生まれてきた意味とか、自分の価値とか、自分の幸福っていうものがどこにあるのかっていうことがしっかりと腹に落ちた時に、この世が急に美しくなったり、全てに意味がある、全ての出会い、全ての出来事、何においても意味があるんだなっていうことを感じます。今でももちろんその潜在意識で生きてますし、3次元で生きてますので、たくさんいろんな葛藤があります。その葛藤するたんびに、例えばね、なんか怖い、不安だなって思って、頭が不安に思っちゃダメとかっていう、こういうやり取りって結構みんなあると思うんだよね。でもこれ何の役にも立たない。食べたい、食べちゃダメみたいなどっかで食べちゃうみたいな感じですよね。だから一時止められるのは潜在意識だから、食べちゃダメ、我慢我慢っていうのは一時はできるけど、やっぱり潜在意識で一回食べたいと思ったり、一回これ怖いとか不安って思ったり、悪いことを思いついてしまったら、それっていうのはそのまま引き寄せてしまうということが潜在意識かなっていうふうに思います。で、潜在意識がこう引き寄せてしまうものの中に、いろんなものがたくさんあると思うんだけど、すごく分かりやすい例で言うと、さっき言った食べたいというものがあった時に、食べたい食べちゃダメ、食べたい食べちゃダメっていう喧嘩の中で、でも結局食べてしまう、ダイエットしてもリバウンドしてしまうっていうのは潜在意識を操れてないからなんですね。潜在意識で我慢してるからなんです。で、その時に、私はそういうことを何度も失敗してるので、食べたいって思った時に、その食べたい子と向き合うですね。なんで食べたいの？食べるとどうなるの？っていう風にして、そうすると大体私の食べたい子、パートですね。食べたいパート、この辺にあったりね、この辺にあったり、この辺にあったりするんですけど、食べたい子は、だって食べたらさ、気持ちいいんだよ、リラックスするし。ああ、そっか、リラックスするんだ。食べると安心するし、リラックスするしっていうことですね。そうすると、そっか、リラックスしたいんだねってなって、じゃあリラックスすると、
何が得られるんだろうって考えると、やっぱり安心感とか幸福感とかっていうものが得られていって、それが満たされると、まあ明日も頑張ろうって思うとか、なんか仕事も頑張ろうって思うとか、誰かに優しくしてあげようって思うとか、何か役に立ちたいって思うとか、なんか自分が生きている、証を作りたいって思うとか、一生懸命やりたいとか、そういう活力になってきたりする。で、まあそれを掘り下げていくと、まあ自分の存在が見えるっていうことなんですね。で、その時に私が、こう、食べたい、いや、ダメっていうこの顕在意識ではなくて、じゃあその食べた後のリラックスっていうのを先に感じさせてあげるっていう策があるんですね。じゃあお腹が空いたって言った時に、じゃあその食べた後のリラックスをイメージしてみるんですね。ああ、お腹いっぱい。ああ、もうお腹いっぱい。いっぱいで気持ちいい、眠い、安心感みたいな、ちょっとその一瞬その世界にこうふわっと入ってあげるだけで、あ、なんか結構満足。でもお腹が鳴ったりしますよね。だから暴飲暴食にならないんですよ。なんかそれをやってから、じゃあちょっと食べようみたいな感じで、そうするとその不足感から、あ、お腹すいた、なんか食べたい、なんかリラックスしたい、満足したいっていう風になってくると、例えばお仕事すごい頑張って、あ、やっと終わった、家に帰ってきた、あ、ビール飲んでご飯食べてほっとしたいっていうのは、ご飯が食べたいわけでもビールが飲みたいわけでもなくて、ご飯を食べてビールを飲んだ後のはぁーっていうね、このフィーっていうリラックスが欲しいからやるんだよね。だからそれの代わりになるものを見つけるっていうのをやるのも一つなんですよ。例えば、リラックスできる、なんかこう、一番リラックスできるような動画を見るとか、お風呂に入るとか、私だったら銭湯に行くとか、まあ私が一番やってるのは、まあズークですね。ズークでこう、もう本当にピトーってくっついてハグセラピーをしてもらうとか、それでもなんかふやってなるから、ズークをやる日っていうのはほぼほぼ夕飯を食べたりしないんです。ですので、結局その同じ喜び、同じ満足感を得てるみたいなところがあるのかなっていうふうに思います。もちろんね、家でやるときは食事をもてなすから出すんですけど、外にレッスンに行くときとかは結構食べないでいられるっていうのもあるので、そういうこう代わりになるリラックスっていうものを見つけていくっていうのも一つだし、一番わかりやすくて簡単なのは、やっぱりなんかそのエアリラックスをするみたいな、へー、なんかリラックスってどういう感じだっけなーみたいな、こうエアーで感じてみる。あー、気持ちいいなー、ゆったりしてて、あー、落ち着いてる、あー、呼吸も安定してる、気持ちいいなーって思ってから、じゃあちょっとだけ食べようかなとか、そうするとブワーッとはいかないし、ゴクゴクゴクともいかないみたいな感じになるので、その後に欲しいものが何なのかを知ってるか知らないかで 大違いになるんですね。で、例えば昨日のクライアントさんも夜ね、YouTube 見ちゃう、いろいろ調べちゃうっていう風になった時に、その寝る間を惜しんでとか夜更かししてまでやっちゃう理由って何なのかっていうと、そこから得られる知識とか情報から自分の、なんだろうな、こう経験値が上がったり、魂が喜んだりする感覚っていうのを得られたら、それはやめる必要はないんだけど、生活に支障が来たすほどやってはいけないわけだから、その知識を得てなんか興奮してる感覚を先に味わう、なんかワクワクしてる感じ、そのワクワクした感じを味わうと、自分はどんな役割があって、どんなお役目があって、どんな自分になるのかっていうのを先に味わう、それからちょっと見るとかでもいいと思うし、逆に今日は疲れてるから、それを味わうだけ味わって見ないで寝るっていうこともできると思うんですよ。で、一番、みんながこのコアトランスフォーメーションをやるときに潜在意識が反発するのは何かっていうと、例えば、そのリラックスした先のものを先に味わってしまうと努力をしなくなるみたいなことがあって、もうなんかリラックスしたらもう穏やかで、素晴らしい幸福感しかないから、それを知ってしまったらもう1ミリも努力しないとか、何もしなくなっちゃうんじゃないかっていう恐怖から反対する、また子がダメだよそんなことをやっちゃうみたいな感じで反対するパートが出てくるみたいなワークなんですね。これみんなそうなんです。でもその子もしっかりその子の言い分を聞いてあげると、行き着くところは大体そのコアステートっていう同じ場所になるんですね。ですから私たちっていうのは、こう不足感からそれをするのか、
不足感からではなく自分の存在意義とか自分の生きてる意味を知った上で努力をする、それは自分に価値があるからまた勉強する、本を調べる、こういうチャレンジをするっていうことをするのかの違いで、不足感からしてるのか自分のウェルビーイングから始まるのかっていう違いのだけなんですね。ですからぜひ不足感からではなくウェルビーイングから全てを始めてもらいたいと思います。